チャンスはあった中で勝ち点1という結果になりました。試合振り返ってどう振り返りますか？秋田のね、ストロングのポイントはしっかり抑えられて、入りから非常に集中して選手たちはやってくれたと思ってます。まあ、セットプレーから失点して、まあ、苦しい展開にはなりましたけども、まあ、それでも諦めることなく、同点そして逆転に向けてね、選手は最後まで走り切ってくれたかなというふうに思ってます。前半ですがミドルシュートなど積極的にゴールを狙っていたと思いますが、決定機というのは少なかったというふうに感じます。攻撃面はどう見ていましたか？前半少しこう我々がボール奪った後のクオリティだったり、まあ、コンビネーションというところが少し合わないで相手ボールになるというところがあったので、まあ、そこは後半は合わせていこうという話もしましたし、まあ、そういう意味では後半はね、まあ、たくさんチャンスも作れたと思ってます。試合前には球際のバトルを制すという話もありました。そのあたり球際のところをどう評価しますか？やはり秋田に対して、まあ、そこは上回っていくということは今日は選手ピッチで表現してくれたと思ってます。まあ、ただもちろんね、全て勝てたわけではないですけども、そこに関しては選手は魂込めてやってくれたと思ってます。残り9試合となりました。次節ホーム戦に向けて一言いただけますか？もう次に向けてね、勝ち点3、取れるいい準備をしたいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。